オビウゴル諸語とは、ウラル語族のフィンウゴル語派の内ウゴル諸語に属する。主にファンティ語及び、マンシ語を指す名称。これら二つの言語は、ハンガリー語と共に、フィンウゴル語派の回区文である、ウゴル諸語を構成する。和社の人種は、コーカソイドとモンゴロイドの混合人種に属す。オビウゴル諸語は、現在ロシアにある、ウラル山脈中央部、トー川、 エルキシュ川の草原地帯の地域で話されている。ウゴルショ語の発祥地は、ウラル山脈中南部の森林地帯やステップ地帯で、あると推定されている。およそ500年前に、ロシア人の侵入により、オビウゴルショ語を話す民族が、オビ川、エルキシュ川のある東方に追いやられたが、20世紀初頭まで、ウラル山脈の西側に残っていた和社もいる。 ハンガリー語はおよそ紀元前11世紀頃に、オビウゴル諸語から分離した。オビウゴル諸語とハンガリー語は近い関係にあるが、お人、統合法、語彙に大きな差が見られる。一方、同じオビウゴル諸語に分類される、ハンティ語とマンシュ語の関係は、ハンガリー語との関係に比べさらに近いが、相互に理解可能な程度ではない。オビウゴル諸語は後に、近隣で話される。 チュルク書語、特にタタール語の影響を強く受けた。元来、オビウゴル書語には文字がなかったが、1937年にキリル文字に改良を加えた文字が制定された。しかし、その後この文字により書かれたオビウゴル書語の文献に目立ったものは、現れず、公の場において、これらの言語が使用されることも多くない。オビウゴル書語には陰文による詩の伝統がある。 死は5から6の単語からなる文2行で構成される。それぞれの文には、もう一方の文に使用されている語と対応なす語が使用され、関連付けられる現在、満死後には約3800人、ハンティ後には約14280人の和者が存在し、すべてロシア国内に居住している。ありがとうございます。